これは海上保安庁が公開した緊迫の救助活動の一部始終です。駆けつけた先には大しけの中必死でボートにしがみつく一人の男性の姿が。昨日正午前、四日市港付近の海上で手漕ぎボートが漂流していると目撃者から通報がありました。海上保安庁によりますと、漂流したのは四日市市に住む85歳の男性が一人で乗る手漕ぎボートで、四日市港の近くで海藻を収穫していましたが、風にあおられ2キロほど流されたということです。当時、四日市市には強風注意報が発表されていました。男性はおよそ1時間後に流れ着いた岸壁で海上保安官に引き上げられ、怪我はありませんでした。救助された際、男性は救命胴衣を着用していなかったということです。海上保安庁は救命胴衣の着用の徹底を求めるとともに、海で危険を感じたらすぐに118番通報するよう呼びかけています。